みなみです、えー。この動画はですね、み、え、な、ー、担当のコールクラスの受講生に対するものです。えー、コールではですね、English Central という、えー、サイトを使ってスピーキングの練習を、えー、各自でしていくというのが、えーまあ、主な内容なのですが、えー、なかなかちょっとね、えー、声 がきちゃんと出ない人が多いですので、えー、実際に練習に入る前に時勢のおさらいをしながら、えー、声を出す練習をしていきたいと思いますまず時勢のおさらいですね形、えー、皆さん中学高校でやったと思います、えー、過去の、えー、形それから現在の形未来の形ですねそれぞれ4つ基本の形と進行形完了の形それから完了進行形がありました、えー、形をおさらいします えー、まずは現在形、現在の時制ですね、えー。主語を今、I とします。それから、えー、動詞、study、えー、目的語を english とします。皆さんも、えー、今、声に出して読んでくださいね。I study English。進行形だと、I am studying English。官僚形になりますと、I have studied English。官僚の進行形、I have been studying English。これが過去時制になりますと、同じようにですね、4つあります。I studied English。 進行形 I was studying English. 完了形になりますと、I had studied English. 完了の進行形 I had been studying English. そして未来を表す表現だと、今、助動詞、w i l l を使います。I will study English. 進行形になりますと、I will be studying English. 完了形 I will have studied English. 完了の進行形 I will have been studying English. えー、もうこれはですね、形分かってますわという人は、えー、おさらいなんですが、ですが皆さんですね、えー、どんな状況でどの時勢をチョイスするかパッとですね、スピーキングで出てきますでしょうかちょっとそれを練習したいと思います。例えば、シチュエーション1ですね。えー、これ空港ですね、えー。すごくたくさんの人が並んでいます。は、えー、並んでるなと。列に並んでいる人に どれぐらい並んでいるんですかと聞いてみようどのくらい列に並んでいるんですか疑問文ですねこういうふうにパッと頭に浮かんだ人はいませんか How long are you standing in line、えー、今並んでいるので、えー、現在の進行形ところが並んでいる人たちは過去のある一点から今に至る、えー、までずっと並んでいるので正しくは正しい時勢は How long have you been standing in line?、えー、この時勢が正しいんですね。なので、Are you standing? ではまずいんですね。では、えー、その時勢というのは、まあ、先ほどやった、えー、現在完了の進行形、ずっと何々しているんです、ね、を選んでほしいと。形はこうでした。主、え、語、ー、プラス、have あるいは、has been。動詞のエンジン。では、シチュエー t ョ o 2ですね。 電話をしていますあなたはですね。で、電話の相手、えー。あなたはもう電話ないとずっと待ってるんですね。で、えー、1時間ずっと待ってるんだけど、あなた今どこにいるのと、パッと英語で出てきますか。これもですね、えー、同じくですね、えー、現在完了の進行形を使いたいですね。I've been waiting for you for an hour. Where are you? ですね。 なので、これも I am waiting だと、えー、ちょっとまずいんですね。えー、正しい時勢は現在完了の進行形です。で、えー、今も短縮の形ありましたけれども、口語では短縮に注意です。えー、I have はもう、えー、speaking では I've 同じく we, you, they も、えー、we've, you've, they've ですね。he とか she とか it は、えー、his, she's, it's になります。 えー、イズの場合も、えー、省略、えー、短縮の形は同じなんですけれども、まあ、ここははずですなので短縮形に注意です、はい、ではシチュエーション3、ねえー、自分が、まあ、親だとしてですね、えー、息子がいるとして、えー、誰かにです、ね「息子さんどうしてるん?」と尋ねられて残念ながらあなたの息子はずっと一日中テレビを見てるといやーずっと一日中テレビ見てますわと。 これもですね、えー、正しい実践パッと出てきますか先ほどのですね、えー、アポストロフィー S 短縮の形ですね。has が、えー、アポストロフィーエス S。He's been watching TV all day.He's、えー、watching ではまずですね、He has been watching です。これがパッと出てくるかですね。で、2、えー、つのことに注意してください。1つは、 声、えー、声を張るといいいうののはちちっちゃい声の人が多いんですね特に女性はソフトな、えー、声の人が多いですので先ほど言ったイングリスセントラルのサイトでは、えー、声がちっちゃいと認識してもらえない、えー、音声をですねっていうこともありますので声を張りましょうそれから棒読みで読まない、えー、気持ち込みです、えー、シチュエーションによって、えー、それを発話する人の気持ちっていうのが必ずありますので、えー、それ込みで、えー、プレイにフラットに読まないようにしましょう シシチュエーションを意識してください。では練習しましょう、えー、5つですね、えー、シチュエーションあります、えー、この鍵括弧の中の、えー、日本語を英語にしてきてください、えー、気持ちはッコの中ですね、えー、お母さんは朝からずっと何かを探していますと、えー、気持ちとしてはお母さん朝からごそごそしてるわって思いながら、えー、母は朝からずっと何かを探していますこれを英語にしてください2番彼は12時間眠っています 彼が誰なのか分かりませんが、えー、お父さんなのかお兄さんなのか友達なのか、えー、気持ちとしては、え、まだ寝てる、えー。12時間眠っている。というふうに言ってください。3つ目、えー、ずっとテスト勉強をしている友達にですね、気持ちとして、えー、そういうシチュエーションですね。5時間ずっと勉強しているよね、ちょっと休んだらと。この鍵格好の中を英語にしてください。それから4つ目、えー、新しくバイトを始めましたあなたはですね、 で、えー、新しいバイト先にいる先輩、どうもその人は古株みたいですので、えー、どのぐらいここで働いてるんですかというふうに英語で聞いてください。それから5つ目、最後ですね。えー、どっかのビルにいてですね、下に降りていったら外は大雨ですと。で、えー、ちょうど雨宿りしている人がいるので、どのくらいの間雨降ってるんですかというふうに聞いてください。鍵か好の中を英語にしてください。いいですか先ほどのですね、2つ注意点ですよ。声を張る。それから、えー、気持ちよく。 込めてですね棒、えー、読みで読まないと、えー、この五つですね鍵括弧の中これを英語にしてきてくださいで、書いてくるんじゃなくて必ずですね一回書いたやつ自分で読んできてくださいあの声に出してですね、えー、声に出すっていうのがすごく重要ですはいでは、えー、次週ですねこれをチェックしたいと思いますので、えー、That's all for today Thank you See you in class Bye